頑張れ。よし、ありがとうございます。よし頑張れ、よし頑張れ。いやだってなんか飛んできたら嫌じゃん。現実的。さあそれではカジさんにチャレンジしていただきたいと思います。うわーこれでも決めてほしいな。そうですね。さあこのまま成功すれば優勝になるんですが。できる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 。じゃあ自信持ってこい、自信持ってこい、自信持って頑張ってこい、頑張ってこい。さあ日野さんのプレッシャーをかわして成功することができるか、お願いします。すげえ。ある意味すごいですよ。すげえ。ある意味すごい、全部持ってった。完璧。正解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 。ある意味正解。わあ、カジさんが。ありあり。何も残ってない。いいよいいよ。食器が消えた。よかった。ほらなんか見て、イリュージョンだよ。食器がないもん。ああ。何にもない。イリュージョン。綺麗。うん。綺麗。すごい綺麗。うわぁ、帰ってきた、走って帰ってきた。ということで成功したのは2チームだったんですが、もともとのポイントは高かったのが裏切りチームということで、裏切りチーム優勝。じゃあそれでは裏切りチームにですね、なんとここでちょっとした、豪華商品があるということですね。本当ですか。では豪華商品持ってきていただきましょう。ちょっとした、どんなものかというとこちらでございます。すごいですねこれ。はい、じゃあどうぞ前に出てきていただいて、はい、確かめていただいていいんですが、こちらの方なんですが、もう今日ですねすごい勢いで売り切れたという黒羊のカリーパンと、チョコレートのセット、チョコレート。でそして今回会場内でも限定グッズたくさん売っていたんですが、ほとんどのものはもう売り切れているというすごい勢いでございまして、ただ今日のイベントの模様が DVD になって、その予約受付がね、もうすでにスタートしてて、今日予約していただくとなんかサイン入りのカードが、手に入るということになっております。そちらの方も楽しみにしててください。で今日そこにあるものすべて限定ですので、そしてそのカレーパンもですね、お二人に差し上げるということになっております。あ、じゃあ食べていいんですか。じゃあこれ、はい、どうぞ。今食べていただいてもいいですし、持って帰っていただいても。そして日野さん食べて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 。明日からはですね、なんか呪いの言葉みたいなのが来たけど。すごい。じゃあなんか伊佐さん、伊佐さんも喉越しで味わって、これくっついてんじゃん。実はまあカートで落っこちないように、山が崩れないようにくっついてますけど。じゃあまた今度で。そうですね、舞台裏で、お召し上がりいただきたいと思います。ということで優勝した裏切りチームに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ということで以上、バレンタインスペシャルその羊競争ですでした。バレンタインスペシャル生アフレコ、もしかしたらアドリブありで大興奮です。前回国際フォーラムでのイベントでキャストの皆様に生アフレコをお願いしたところ、キャストさんの起点で一部のセリフがアドリブになったのが非常に楽しかったというご意見をたくさんいただきましたので、今回もですねアドリブを入れていただいての生アフレコをやっていただきたいと思います。先に言っちゃうんですかそういうこと。ハードル上げないでください。マストで入れてこないで。一応まあこちらも台本上でもアドリブアドリブアドリブとですね、はい、4箇所出てきております。はい、台本上にのっとってやらせていただきました。そして今数ある人気声優の皆様にね、もう若手芸人のように座っていただいておりますけれども、こちらからお呼びした皆様にですね、ご登場いただきましてアフレコをやっていただきたいと思います。ではお呼びするのはですね、カジさん、トーチさん、杉山さん、福山さん、ユサさん、諏訪部さん、立花さん、安本さん、そして鈴木さん、非常にたくさんの方ですが、はいはい、小野さん、日野さん以外の皆様にこちらご登場いただきまして、仲良くね、待ってよね。そうだね。なんて言うんでしょう、なんか市民合唱団の皆様みたいな感じで、ちょっと見えなくもない感じでございますが、さあそれでは皆様にマイクをセットしていただきまして、この状態で生アフレコしていただきたいと思います。ちなみにシエルなどが出てくるシーンもありますが、その皆様のセリフは元々のセリフの通りと、ここに登場されていない方はそのままのセリフの通りとなっておりますので、まあ、そこがちゃんと繋がるようにアドリブもしていただかなければならないということになっております。皆様準備はよろしいでしょうか。はい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 。何ですか、何ですかこのドリフ感。じゃあそれでは、準備はよろしいようなのでお願いしたいと思います。はい、まず初めのシーンはこちら。パシフィコ横浜、今日は黒羊のイベントにたくさんの方に来ていただきありがとう。僕は真面目にアフレコしようと思いますが、先輩たちはものすごい面白いアドリブをすると思いますので、お楽しみに。
そんなネタ振りだけされてもね。みんなこのお話知ってる？僕の出番すぐに終わっちゃうんだけど。どうしよう。カジノやろう思ったけど。っていうことで、やらしいことします。あれ、これノーブラ？アメリカンだね、イギリスのお話なのに。うん、コリコリ、コリコリ。困るなぁ、コリコリ、コリコリ、おぉ、通ったコリコリ、コリコリ、ダメー。もっと見たかったですが、時間の都合のため、次のシーンに移りたいと思います。吐く。それでは皆さん、お願いします。どう、私ってば、罪な、お、な、あ、こんにちは。今日はインドから来ました。ああ、こうして見るとなかなかいい男じゃない。私はハムレット様なんかより、あ、安本さんが、ああ、禁断の愛は蜜の香り。なんと汚れた。カテゴリーが変わってしまう。私は女の子の方がすげえ好きです。でもあなた男からモテそうじゃない。福山さんは安本さんに振られてしまいました。どんな、安本さんひどいわ。遊びだったのね。今日は横浜で歌ってるわ。福山君おかしくなっちまった。じゃあ仁君、その服どこで買ったの？ねえ、見てた？丸いね、どっち？おビールよ。でもないよ。お前は死んだはずじゃん。安本さんの愛の雨に歌え。